ていて、そして中日ドラゴンズに入団ということですから、本当フランチャイズプレイヤーというような形でね、また新たな物語がね、そうなんですよね、始まったという感じがしますよね、これ当時の前田さん、はい、VTR なんですけども、これを見ると本当に思い出しますよね、でネオに関しては当時からもうまた二刀流で当時最速128安打、そして藤原スイングなんかは方向って全然変わってないじゃないですか、ですよね、だからプレースタイルは変わらないってことですよね、やはり